ED18 型は日本国有鉄道及びその前身である鉄道省が旅客用電気機関車等の改造により製作した直流用電気機関車である。ED18 型にはその性格により下記の2種が存在する。本校においてはそれぞれ ED18 系、ED18 型と呼称することとし、双方について記述するものとする。初代 鉄道省が1931年から1935年にかけて ED52 系4両を勾配線区の中央本線で使用する車両として歯車比を増大する改造を施行して改版したもの。2台、国鉄が1953年から1955年にかけて ED18 系1両及び ED17 型2両を線路規格の低い E 座線で使用する車両として 軸重軽減改造を試行し改版したもの。いずれも1925年の東海道本線、東京高図館電化に際して、イギリスのイングリッシュエレクトリック社で製造され、輸入されたものを種車としており、ED17 型や e f 5 0型と同じく、デッカーの一等である。ED18 系形式 z d 1 8型は、前述のように、東海道線電化に際して、 イギリスから輸入された ED52 型を中央本線用として1931年から1935年にかけて歯車比の増大改造を大宮工場において実施し、改版したたものである。ED52 系全6両のうち3から6が改造の対象となり、改造後も元の車番を踏襲して ED183 から6となった。 ED50 型と ED52 型は、この改造によって、基本的に同型、同性能になったが、内部機器の配置が異なることから、ED17 型と本形式に分かれた。1号機、2号機については、将来の改造に備えて、結番のままとされた。しかし、主社として想定された ED521 には、1943年に、 同様の改造を受けたものの ED18 型にはならず直接 ED17 型に改版されてしまった。太平洋戦争後の1950年 ED18-4 から6の3両は電気機器を国産のものに交換する装備改造を受け ED17 型に編入された。残った ED18-3 は1953年に ED18 型に改造された。 ED18 型は、線路規格の低い飯田線北部地区で使用するため、軸重軽減改造を ED18 系及び ED17 型に対し、浜松工場において施行したものである。具体的には、戦前に製作された ED10 系電気式ディーゼル機関車が履いた台車の設計を基本とする同軸間に軸重のみを負担する双軸を一軸追加した台車を申請して、 従来の台車と交換するという大掛かりなものである。1953年に ED183 を種車として改造が行われたが、形式番号とも改められなかった。翌1954年には ED1717 を種車として ED181 が、1955年には ED1716 を種車として ED182 が改造を落成し、 初期の通り中部天竜機関宿に配置され、飯田線で ED19 型と共に貨物列車系引用に使用された。1975年に3号機が、1976年に1、2号機が貨物営業から撤退、1号機と3号機が廃車された。2号機は浜松工場の入れ替え機に転用され、ED11 にを置き換えた。 同期の車席は1979年に抹消され、一旦は形式消滅となった。ED60214 が入れ替え機に転用された後は、同工場で生体保存されていたが、1991年に佐久間レールパークに移された。1992年、EF58 型と共にトロッコファミリー号の牽引機に抜擢され、 走行可能な状態に整備され営業復帰を果たしたが2005年に故障により再び引退し浜松工場に戻った2009年3月31日付で除籍され2011年2011年3月からはリニア鉄道館で展示されているありがとうございます